すげえ、マジでうめえ。このチームはもう直すとこないです。僕あの引退、コーチ引退。トイレ掃除側ね。あ、そうっす。言い方、言い方。トイレ掃除。スタさんのリスナーの耳が終わってるだけやろ、それ。おい、やめとけ。これキャッチ狙う。オーケー、オーケー、ナイス。このエンゲージ、このやっていきます。意外とうまくないか。こんにちは。教えることないからこそのメンタルコーチと、今日はデイワンさん予定あり、グズハと中3戦予定だから、やっとハブられなくなったんだね。俺嬉しいよ、スタさん。イヌイノが LINE してくれた。いや、俺アピールしまくったもん。昨日 LINE 応募して、で、なんか無視されたから、今日の朝も俺暇だよって LINE しといた。ゴンシカとされてるからさ、もうゴリ押した。シャルルハイやりますってコーチは各自で用意してくださいみたいな LINE をした時に、俺コーチ向いてるよって LINE したでしょ。でそれ無視されてるじゃん。で昨日コーチいけるよっていう話をして無視されてるじゃん。で今日の朝も LINE したら乾殿が LINE くれた。30人いる LINE でこんな無視されんだと思って。なんでガセンさんガチで嫌がってんだ。おかしいだろ。あ、イヌイドのチーム強いな。じゃあ俺の株も上げやすいな。逆にこれイヌイドのチーム負けたらやばくねえか。大丈夫か。あとごめん、あの確認なんだけどさ、マクロが手先のあれでミクロが脳みそだよね。はっ、そうだよ。完全に理解した。いや、あのね、俺この大会に関してはコーチ向いてる。なんでかっていうと、ゴールド以下の大会じゃん。ゴールドとプラチナって変わんないんだよ。上積みに住んでるチャレ隊でロールしてるやつらって、ゴールド隊でプレイしてた気分を忘れてるわけ。ゴールド隊でキャリーするという感覚を忘れてるから、俺寄り添ってアドバイスできるんだよね。それでかい。彼らがその要求するレベルってのが高すぎて試合に反映できないから。あとね、あとね、絶対ね、ピックの面で要求レベルの高いことをしてくる彼らは。そんなね、レベルの高いことを要求してもダメなんですよ。任せろ。クズはもう言ってた。意見が一致してるの素晴らしい。あ、後でちょうだい。だって乾殿のチームの試合見るか。確かに。紅葉からの短期や。犬井殿みたいな高いレベルで広いプール持ってるの見るとロイ。うまいかも。カルマだけで敵のジンとザイラのヘルス減らしてるかも。うますぎるかもしれない。イブ君はそもそも ADC バカうめえからな。当たってる、行こうこれ。ナイス。うまい。うえ、嘘だろ。嘘だよな。サモナースペル管理は嘘だよな。おお前か、お前か、お前、オーケー。なるほどね、ロールやっちゃってんな。俺できないんだよな、これ。嘘じゃないよ、メイカちゃんが今大会最大のダークホースぞ。へえ、2週間もう一例も固まってる。休憩中にこんにちは。受験まで残り3週間です。応援コメください。ダリウスバサ、素晴らしい。いい話さ。でもこれもう当たられたら普通に負けちゃう。配信開くな。入ってきて。なるほど。うわあ！バイ狙って。え？ボッサン！いいよ。すげえ、マジでうめえ。なるほどね。出せ、スタミ出せ。待って待って待って、ひねり出せ。出せよ、出すんだぞ、こういう時出すんだよ。
まあ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 、まあ、でも序盤の押し方ですよね、やっぱりね。序盤の押し方、例えばまあ時間が無駄になっちゃうシーンが何個かあったんで、終盤は言うことない。序中盤、序中盤のロル教えよう。俺がロルとはリーグオブレジェンドとはボットとはプッシュとはタワーオールとは、コーチだからだよ。でこことか、俺ぶっちゃけここはもうヘラルドにカルマ行ってもいいと思うわ。一緒にボットを押すってより、ワーディングオアヘラルドにカルマが走るでいいと思う。それを直したらこのチームはもう直すとこないです。僕あの引退、コーチ引退思いつかないです。終わりました、僕のコーチングは。卒業おめでとう。可能性が結構高いんで、ちゃんとまあ AD キャリーかミッド、まあよかったわ、よかった。思うとこはあった、ちゃんとギュッと絞り出したんで。これ見てなんもなかったら今日辞退してたわ。言えそうなとこは全然ある、さすがにね。2万6000時間なんで日本サーバーだけでなかったらそれは事故なわけですよ。何メモしないよって、メモ、そうやね、メモメモ、いや俺タイピングが遅いからダメなんだよ、日本指だから。手書きの方がいい。もう陸坊監督するわ。これで外したらほんまに終わりやって思いながらやるから。そうなんだよな。それあるね。バンピックは、バンピック俺ね、順番版も分かんない。まあでもまあでもマッチアップとかなんとなく分かるから、そこコンセプト通りにいこう。頑張る。バンはガチで深い。ロルにおけるバンって本当に、だって今ロルって何チャンプいるの ?150 だとしよう。150手でするじゃんけんだよ。わかるかいや。内陣はそれをやってると思うよ。やってると思うよとか、やんね、それを理解してないと LCK の解説をやりますと言えないからね。あいつは手が150本あるんですよ、脳みその中に。それをじゃんけんができるんですよ、彼は。彼はすごいんですよ。だからといってね、そこと比較するのは違うんじゃないかなって話をしてるわけ。私は俺のベストを尽くそうぜ。あ、いるじゃん。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。お願いします。コーチのスタミです。お願いします。めっちゃ楽しみ。ちょっと任して。とか、イヌイダのありがとう。いいんですよ。いいのよ、いいのよ。イヌイダのカブレムレのことを拾ってくれなかったんだ。はい、始めます。メイカ君クソうまいね。マジか、やばいやばいね。いや天才だなんて言い過ぎて、俺本当に言ってない、それは本当に言ってない、うん、でもガチ2週間本当に2週間2週間ぐらいです。裏で1日2日やってますけど、大体2週間。やば、本当は2年だよね、メイちゃんね、本当は。まあ、だとすると CS 見ますよ。なんか誰か師匠いいの？オーンとポッピーってさ、ちょっとトップでクロート気味というかさ。俺もともとちょっとミッド練習してたんですけど、最初の数日間その時ガリオを一番気に入ってたんですよ。ほう、エイペックスでもジブ使ってる手前、なんかあ貢献したわっていう余韻に酔いしれるのが好きなの。あ、はい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 、はい、あ、サポート気質なんですね。そう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 、せやにせやに。トイレ掃除側ね。あ、そうっす。言い方言い方。トイレ掃除側。めっちゃ言い方悪い。あとボドノプールがバンされないか。もうバレてるでしょ。いや、でももう魔王界はバカ弱くなるから。あ、そうなんだよ。今日明日でも弱くなる。パッチ延期したって聞いたよ。延期？え、延期したの？ってリスナーが言ってた。いや、いや、わからない。信用できない。やばいやばい、今急に信用できなかったな。ああ、言うた、もうダメだ。でもさ、あ、何？いや、なんでもない。え？え？ん？呼んでみただけのやつ。いや、じゃあ、ささんの配信でボドの音質終わってるって。え、嘘？コメントだったから気になった。え、そんなことないですよ。ささんのリスナーの耳が終わってるだけやろ。おい、やめとけ。めちゃくちゃ喧嘩売るじゃん、ボドさん。めちゃめちゃね。音をバカげしてた、ごめん。もしこれそうなら、やれると思う。オッケー、ちょっと待って。これはトップいってあげたいな。でも今ワード置いたばっかだから、多分リバー置けてるかな、これ。ボイ入ってない？これは刺さった！これは刺さったわ！これは刺さったわ！行くわ。これ美味しい。いい、いい感じ。ダブル外して、からの最高のタイミング。メイちゃん無理しないように、メイちゃん切り取れないように。メイカさん気をつけて。
ダブルない、ダブルない、ダブルない、いけるいけるいける、ナイス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 、これキープゴーイング良くないな、自分これ挟みたい挟みたい、俺それやべえかも、ナイス、これ狙って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 、ザヤが絡まられてるけど、これザヤ大丈夫か、ザヤ大丈夫かな、ザヤ後ろ来てない、ナイス、あー下がるよ下がるよ下がるよ、オッケーオッケーオッケー、ウーコンもう見えてないんでしばらく、ミッドソロキルするわ、ウーコンさっきボットでミッドソロキルするわのタイミングでカメラが映ります、フラッシュがない相手、死んだ相手、はい、ナイスキル、ボットの可能性もある、言うことね、まあそうね、言うことね、まだわかんないって感じ、でもワード有言実行、これ今のでピンクワードをね、敵のジャングルに入ったから置けたらベストだったかな、一回リコールしよう、マジ忘れちゃう、目元出せれちゃう、その後ドラゴン触ってみようか、ドラゴン触るわ、これ赤ないからちょっとこれもう やるのを見られるかも、うん、相手も使えない相手も使えない、これオッケーオッケーオッケー、はい、ドラゴンタイミングでムッドピッシュ、素晴らしい、ここに欲しい、ここに欲しいからのドラゴンによってナイスナイスナイス、シンドラミッドのミニオンに構わないといけない、うん、フリードラゴン、あー素晴らしい、ナイス、これここにワード置いて制圧しよう、これセット、あそれありオッケーオッケーオッケー、ちょっと味方少ないな、これボットから寄ってくる、味方少ないよ味方少ないよ、それ大丈夫大丈夫大丈夫、ナイスナイスナイス、いや下がる下がる下がる、今の怖い、今のもかなりぶっちゃけ怖い、これ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 様子見様子見様子見、ラックス見てラックス見てラックス見て、うわいないじゃない、いないじゃない、俺いないよ俺いないからね、下がって下がって一回下がって一回下がって、めっちゃ下がるでいい下がるでいい、相手カルプ高い、ありがとうめいちゃん助けようとしてくれて、いやいやいや、これキャッチ狙う、オーケー、オーケー、ナイス、このままエンゲージ、このままエンゲージ、間に合う間に合う間に合う、イブクン間に合う、イブクン間に合う、ほら、走る走る、オーケー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 、やばすぎるじゃん、まだいけるか、スーさん、これフィズリスキーじゃね、来た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 、これ見て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 、これはカナちゃんファインプレー、これこのままエンゲージ、これはカナちゃんファインプレー、メリカよく勝手に飛んできた、えらい、いいよいいよ、ナイスナイス、これ偽物かな、いや本物だ、動いてる方動いてる方動いてる方、これ狙ってこれ狙ってこれ狙って、はい大丈夫大丈夫、絶対勝てる絶対勝てる、素晴らしい、ゴー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 、いけるいける、ミニオス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 、消えたら帰る、俺ら捕まったら相手の勝ちね、ちなみにミッド、これねもうここのタワーがさ、ちょい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 、カラカラ戻ってカラカラリコールしたね、戻って戻って戻って、オッケーオッケー、ちょっとこのタワーだけ打ち、いやいやピリリリ、そのままでそのままで、すぐすぐすぐ、はいはいはい、オッケーオッケーオッケー、そのままで、いやいやいや、ちゃう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 、めっちゃそのままでめっちゃそのままでめっちゃそのままで、はいブリッツアーツブリッツアーツかけて、ブリッツアーツかけて、めっちゃ TP ですぐ来れるから、ブリッツアーツかける、あー来るよ、ガンソロゲンゲンとの絶妙な位置、いや仕掛けられないように仕掛けるかもしれない、そのうまいうまいうまい、ギルドうまい、これは一回奥さん出るよ、でこれここめっちゃ気をつけて自分と一緒に来ないで、マジまあまあ危ない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 よ危ないよ危ないよ、でトップ行こう、これトップ行こう、45分、また同じ作戦でトップ、マジないし、向こうにかかるよ、はいはいはい、トップ行こう、犬いかみ、あれヌってどうか、俺言っといとこうかな、ヌって久々書くか分かんない、ヌップにね、敵ね、ヌってこうか、いやでもこれでワンピック狙おう、うん、やってるやってる、え行くよ、はい、ウルトで飛ばしてほしい、メイちゃん、はい、2人飛ばした、ナイス、2人飛ばした、うおぉ、エディス、エディス、エディス、えエディスやって、これ当たるぞ、これ当たるぞ、嘘だろ、うわ、痛すぎ、うわー、やばすぎ、でもまあまあまあ、でも頑張れ頑張れ、いや無理か、そんなつれえのかよ、ウーコン配置して入ってきてて、むずいな、はいはいはい、お疲れ様、お疲れ様です、お疲れ様です、長かったね、それではコーチングをしたいと思います、おいおい、コーチングとしましてはコーチはまず変えた方がいいですね、待って待ってよくないですか、今俺メモを取ってたんだぞ、メモメモ撮ってたんだから、メモまで撮ってた、字の練習でしょ、ハハハハ、何なんかあるんだ、ありますよ、なんか聞かせてもらおうか、じゃあいいですか、僕のコーチングのお時間いいですか、キャッチをするタイミング、はいはい、あんまりオブジェクトの時間に合わせられてなかったかな、なんかアラームから全部始まっちゃったから、
もうバイのアルティメットバカバカ打っていい、基本的にトライしていい。なるほどね。っていうのと、あのドラゴンを取りやすいタイミングでミッドのフィズができることは、そのオブジェクトのタイミングで殺せなくても、うん、フィズのアルティメット敵に当ててヘルスを減らしてみても大丈夫、はいはいはい、もう敵を帰らせたり、もうヘルスが少ないから今回ドラゴンギブしようっていう状況を作り出すためにヘルス7割にするためだけのアルティメットを打って OK。まともやんコーチングでしょでしょ。いやそれマジで、あーよかった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 圧ね、そう圧をかけるだけで尖ってるやつのウルトはやっぱ狭いとこに打つだけで、そう今回ソロキルをねドラゴン取り切れたりするからね。いやでもね俺見ててみんな最大値プレイ出てたから、今回みんなめっちゃうまかったよな、うん、ブリッツもフックしまくってたし、メーカちゃんも眼科合わせうまかったし、イブのカイトめっちゃうまかったし、なんかボードのね Q がめっちゃ安心できるよね。カナちゃんがねもうほんと MVP だったから、もう、うん、コンセプトがねもう ADC を殺そうしかなくなっちゃってね今回、はい、育ってる人がね一つあります。これアサシンって存在が圧なんですよ。おお。でこれね ADC を狙えるとこで睨んどくだけでいいかも。何もできないんですよ、ね、やんぞやんぞやんぞっていう顔で、そうするとこっちの後衛の方が先に触れる相手の前衛に。なるほどね、なるほどね。いやー惜しかった、勝ちたかったね、マジで勝てたな。勝ったと思ったね。チャンピオンパワーじゃない瀬戸のね、もう人数差できてるし余裕やろと思って殴ってたらこっちが死んでたわあれはファインプレーだったね